インテル2から1レバークーゼンエル準々決勝、ヨーロ、リーグ、エル準々決勝、インテル対レバークーゼンの合わせが現地時間10日に行われた。インテルが2から1の利を収めている。今シーズンのエルはダゾーンで、いつで、どこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、15分、メルルカクが放ったシュートは相手にぶっ崩されるが、こぼれ球を、ニコロ・バレラ押し込み、インテルに先制点が入った。21分には、ル前で粘ったルカクが倒れ込みながらし、と放ち追加点を決める。しかし24分、細かい、すまわしから守備を崩され、レバークーゼンのイハフェルツに1点を返されてしまう。それもリードを守り切ったインテルが2から1の勝利、収め、準決勝進出を果たした。得点者、15分1から0バレラ、インテル21分2から0ルカク、インテル24分2から1ハフェルツ、レバークーゼン、組み合わせ、対戦表はこちら、両。